私たちは菜園で野菜を作りながらレストランを営業しながら料理を作っています。なのでまあその日採れた野菜とかハーブでまあお皿を構成するようにしていて、まあいろんな香りや味でまあ複雑味とか奥行きを出るようにしています。今回すごいいいのがムーラン試してみたんですけど、すごく直前で香りが出てとっても使いやすいし、まあ自分たちでシードも作ってるかスパイスになるまで、まあ、フェンネルシードとかそのパースニップのシードとか入れて香りを立たせるっていうところがすごく合ってるというか使いやすいという、まあ、畑でやる香りを、まあ、今までなら手作業で出ててムーランを試してその粗さの調節がすごいできるので、今までできなかった香りの立たせ方っていうのがすごいできるようになってより幅が広がっていくかなと思います。あれが一番使いやすくってびっくり、やっぱ野菜切ったりするのにはあれが一番すごいしっくりくるって一番こう手に取るときは。今日作るのは菜園で採れたピーマン、いろんなピーマン、パプリカとかこれ全部ピーマン系なんですけども、それらを使って今が旬の桃白鳳という品種の桃のサラダを作ります。スパイスムラに使うのがドライトマト、ドライパプリカ、パースニップのシード、緑のピーマンの乾燥させたもの、フェンネルシード、青みかんとラベンダーを、この中に入れて仕上げにかけたいと思います。ピーマンのジュースに絞ったもの、レモンのオリーブオイル、パースニップのフレッシュシード、ドライピーマン、トマト、パプリカ、ドライパプリカ、ラベンダー、フェンネルシード。